スプリガンマーク2CD ロムだからできたオープニングステージ間のアニメーションビジュアル、さらにステージ途中での音声演出、それまでのシューティングゲームではできなかったストーリー性を前面に押し出した横襲でした。また細かいことですが、敵機が攻撃してくるときに薬莢が飛び散る、画面奥方向からの攻撃を受ける、大気圏突入ステージではミサイルが重力の影響を受けてあまり役に立たないなど、ちょっとしたこだわりみたいなのが散見されて男心をくすぐられまくりました。工作班より連絡、軌道修正完了です。このコロニーは完全に空間駆動エンジン直撃の軌道に乗りました。よし、姿勢制御エンジンを全て使ってコロニーの自転速度を上げろ。激突時の破壊力を増すためだ。各アームドアーマー、内壁を見てようなよ。自転速度加速後、工作班は姿勢制御エンジンを破壊してコロニーより離脱。了解。我らに帰ってきたのだ。今までにはない魔族の台頭である。主人公で、どうして世界はこうなったのか、星は新しき世界の幕開けに異形の衆を呼び覚ましてしまったのかの、この大地で生きていける者たち。最後の ED の大言伝返しは、今までになかったですね。我々魔族以外は全て滅んだようだな。いよいよ我々の時代が訪れたのだ。早速魔界に帰り報告するとしようか。何者だ。身を抜かすか。魔族の一人がその鋭い爪を大きく振り上げた。コットン、EOR と一緒に購入、就職し、会社の寮に入ったばかりでテレビがなくて、しばらくゲームギアにつないで小さな画面でプレイしてた。この国名産のヒーローが手に入るのにな。レッツゴー。天外魔境にテレビ東京系列でやってた大竹誠のただいま PC ランドで、天外魔境2の紹介や特集をやっていて、渡辺浩二さんよかったなぁ。そのアニメーションムービーやイベントボイスを聞いて、今までのゲームとは次元が違うと思い虜になり、リーユを買いました。そして天外さんが出ると聞いて PC、FX まで買いましたが、笑い。お前はほとぼりが冷めるまでどこかその辺で暇つぶしといて。2階のいつものところからお逃げ。あとは母さんが適当にあしらっとくから任せなさい。この部屋まで来たんだ。大君様の幸せそうな顔でも拝んでったらどうだね。あんな幸せそうな彼の顔は、二度と見れないと思うよ。いや、君が噂のまんじまるくん、
ースは、ある意味、ゲーセン版を超えているし最高でした。当時、NEC から、バーチャルクッション、トインハーにボディソニックが発売されていたので、ゲーセンの重低音を体感するために、それでプレイしたこともありますが、振動が背中からぐんぐん来るので、気持ち悪くなりました。笑い。ストリート、あまりに難しくクリアできませんでした。1と2がセットになっていて、お得だなと思い購入したら、オープニングから度肝を抜かれました。ダームの塔が沈黙しました。いかがいたしましょうか。面白い。アドルトやらがどこまでやれるか、見てみるとしようぞ。承知いたしました。
よろしくね。